スをどうぞ。Thank you.
50回ほど演奏の機会がありますが、そんな活動の様子はホームページやツイッターに載っています。これからの演奏予定や部員紹介、演奏のレポートなどたくさんありますので、ぜひご覧いただき追っかけしていただきたいと思います。ホームページやツイッターは FHJO で検索していただければすぐ見つかります。 FHJO というのは私たちブリーヒルズジャズオーケストラの頭文字を取ったものです。ブリーヒルズというのは自由の丘、自由が丘ということですが、私たちが練習している場所からこの名前は付けられました。ぜひご覧いただきたいと思います。またインターネットは苦手だな、やってないよという方は、という方にはそちらに演奏予定を書いたチラシが置いてありますので、ぜひお取りいただき、ぜひ追っかけしてくださいね。お待ちしています。さて、リトルヒルズジャズオーケストラの演奏をお聴きいただいていましたが、次の曲で高校生バンドと交代です。
一生懸命 120% の力で演奏しますので、応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、私たちフリーヒルズジャズオーケストラ、最初の曲はユニバーサルスタジオの CM 曲にもなっているオンアワーウェイで行ってみましょう。この曲はボブパーソンがビッグバンド用にアレンジした曲になっています。それではオンアワーウェイをどうぞ。
教えに来ていただいている斉藤浩二さんです。今日もよろしくお願いします。さて次の曲はアズタイムゴーズバイで行ってみましょう。この曲は1931年にハーマン・フップフェルドがブロードウェイミュージカルエブリバディーズ・ウェルカムのために作った曲です。その後映画カサブランカの主題歌にもなりました。この曲の中にはどんなに時代が流れても変わらない大事なことがあるという前向きな歌詞が綴られています。思わず体を揺らしたくなるようなスイングのリズムをお楽しみください。それではアズタイムゴーズバイをどうぞ。
1985年にフランク・マンちゃんが行進曲として作曲しましたが、グレン・ミラーがジャズアレンジをして演奏するようになって大ヒットした曲です。自然と体が揺れるようなスイングの曲をお楽しみください。それではアメリカンパトロールをどうぞ。ノルウェージャンウッドで行ってみましょう。
ン・レノンとポール・マッカートニーが作曲したものをビッグバンのようにアレンジして、ドラムの達人バディ・リッチ楽団が演奏していました。オリジナルの歌詞の中では、ジョン・レノンがその当時妻に知られないように浮気をしているというちょっと危なげな内容が書かれているそうです。最後の曲なので先にソリストを紹介します。トロンボーンのソロは1年生の鏡モナ、アルトサックスは2年生の久野アルトでお送りします。本日は最後まで私たちの演奏を聴いていただき本当にありがとうございました。ご案内役は初めて中村公園に来た高校2年生の林香織でした。ありがとうございました。
とても素敵です。ここ見せる音楽という感じが